おお、かっけえ。なんかいいね。はい、どうも、皆さん、こんにちは、のえちです。というわけで、本日はですね、なんと YouTube のね、おすすめ欄、皆さん徘徊するじゃないですか。で、僕もね、ちょっと見てたんですけど、そしたらですね、こちら、テレビアニメ、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編第2弾 PV へ、ということで、まあ、自作なんですけど、僕の仲良くさせていただいてるね、まあ、N アニメチャンネルさんっていう方がいらっしゃるんですけど、こちらの方がですね、なんと、自作の PV をですね、アップロードされておりましたよ、ということで、いや、これは聞いてないぞ、と。いやー、マジでこれはさ、もうちょっと見るしかないなって思っちゃったんですよ。で、まあ勝手なんですけど、本日はですね、こちらの PV をですね、リアクション動画、私のチャンネルでやらせていただこうかなと思います。はい、勝手です。もう N アニメチャンネルさんの概要欄にリンクとか載せとくんで、はい、ちょっと許してください。はい、ということで、ちょっと見ていきましょう。おー、かっけえ。もうなんかいいね。BGM しかもあれじゃない？すげえな。公式の BGM と一緒のやつだな、これな。おー。さあ、始まる。お、なんかロゴ、おー、すげえ。自作だ。かわいい。さあ、おーおーおー、観音寺光莉、おおおー、しかも喋ってるやん。めちゃめちゃかわいい。おお、無一六も喋ってるし、しかもクオリティめちゃくちゃ高え。なんじゃこりゃ。うわ。ローラいや、満たされたわ。もうこの38秒で満たされるなんてことある？ないよね。いや、でもね、ちょっともっと見て、もっと見たかった。いや、でもすごいね、クオリティ高いね。まずね、この甘露寺さん喋ってたよね。そして無一六も喋ってたし、しかも、ほんと作画良くね。作画良くね。びっくりしたよね。作画良くね。いや、これ声真似なのかな？なんかすごかったね。アフレコもちゃんとやられて。おー、すごいね。なんだろうね、これなんかね。すごかったね。自作でここまでいけるとは、マジでびっくり。ってことで、皆さんもちょっと概要欄貼っとくんで、個人的に見たい方はね、見といてください。そして、なんか良かったよってコメントは、勝手に載せちゃったんで、良かったよってコメントとかも、送っといてあげてください。はい。いやー、そんな感じのリアクション動画だったんですけど、この後ですね、私もう一本ですね、重大発表の動画を上げたいなと思ってるんで、皆さん、この後ぜひぜひ動画見てください。ってことで、続いての動画でお会いしましょう。うっばーい！ 8 時にアップします。